2016年ゼロトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり1億円近く投資をしておりました、世界バイナリーオプションスペシャリスト社の販売王先生です。今回は販売王先生が、バイナリーオプションでですね、15分のバイナリーオプションで勝率 60% ぐらいですね、いつも 60% ぐらい稼げる必勝方法を、戦略を見つけ出しました。 60% ですね、バイナリーオプション現在の配当金からですね 60% ですのできついですね、きついですけれども何回も投資してると 60% で稼げるということがここ2週間ライブ投資のね、試験投資で20勝11敗という成績、2週間でね、こういう数の取引なんですけれども週に15回ぐらいですね、で 60% 程度の勝率と、現在ちょっと良かったですけどね、2週間ね、20勝11敗ということでね、ということになりました。で、来年中に1000万、来年いっぱいにまだ通用するなら戦略でね、来年いっぱいで1000万、次、まだ続けばね、1年目は1000万稼ぎます。それから2年後は、2年後は2億円、3億円ぐらいでしょうか、3億円か5億、3億、5億円ぐらい稼ぐ、10億円ぐらい稼げると思います。1回目1000万、1年目ね、2年目は10億円ぐらいですね。で、まだ稼げたら3年目稼げたら、10億円だから、50億円ぐらい稼げるかもしれませんね。50億円。4年目で50億円稼ぎます。5年目でまだこの私のね、60% の勝率が破れなければ5年目では、500億、ね、500億稼ぎます。5年目500億、この戦略は破れなければね。で、破れたらドーンと落ちちゃいますね、ということでね、半分以下に財産になっちゃいます。で、今のところ5年で500億稼げて、6年目は、6年目は3兆円ぐらい一人で稼げますね。3兆円ね。6年目まで僕の戦略が通用すれば3兆円ぐらい稼げます。それから7年目にまで成功すれば、まだね、この戦略が通用する 60% しかないですけど、儲けがないです。すごく少ないですけれども、良い配当のもののバイナリーオプションしか投資できませんけどね、7年、8年目では、約100兆円。8年目で100兆円稼げます。ね。で、9年、10年ぐらいまで続けば、今の億万長者の100倍、これは限界だと思うんですね、盗まれちゃうんで、今の億万長者の資産の100倍を稼げるということが分かります。そういうことでね、10年、あと10年で続けば、世界の億万長者の一番の人の100倍資産を増やしますね、ということです。どこまで続くかどうかですね。来年はまだ1000万ですね。試験があるんで。来年いっぱいはまだ1000万しか稼げないですね。最大でね。次からね、2、3億円になるんですけど、次の年から2、3億円になるんですね。そんな感じですね。ということでね、販売王先生が今回発表いたします。どうもありがとうございました。